前回のあらすじ、ハイゲレンデレポートと称して、白馬岩岳ラインリフトを見ていきました。ラインリフトとは、白馬岩岳旅館街から岩岳スノーフィールドまでを結ぶ約600メートルの旅客用のリフトであって、旅客用のリフトであり、数年前になんやかんやあった結果、営業を終了。現在では跡地がどのように活用されているのかというところを取材しに行きました。取材を続けていると、かつてゲレンデであったかのような跡地を発見。今回は岩岳スキー場に眠るゲレンデ跡地のようなものを探索していきたいなと思います。今回紹介させていただくのは白馬岩岳スノーフィールドマウンテンサイド山麓部分にあります。西山ゲレンデとかつて呼ばれたその地域を見ていきたいなと思います。現在ではゲレンデマップからも姿を消しており、そちらの姿は現在どうなっているのかというところを見ていきたいなと思います。早速場所の方を案内させていただきたいのですが、正面ゲレンデから左方向にずれたこちらのゲレンデ、今や草木が生い茂り、岩岳スキー場に頻繁に訪れる方でもなかなか気づくことはないでしょう。カモシカゲレンデ上部の方から謎の入り口を見たことがある方いらっしゃるとは思います。こちらの方から西山ゲレンデへアクセスすることができたようです。知らんけど。というわけで今回は白馬岩岳スノーフィールド西山ゲレンデ、そして西山ゲレンデ付近にあったスキージャンプ台跡地を探索していきたいなと思います。歴史探索をするような感覚でご覧いただけると幸いです。早速本編スタートです。あちらがラインリフトなんですね。今車が来た方がラインリフトがあるところです。で、こちらの方に岩岳スキー場にジャンプ台があるんですよ。まあ使われてないですけど、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。で、ゲレンデマップね、特に昔のゲレンデマップを見ると、この辺っていうのはゲレンデだったのかな、よくわかんないですけど、ちょっと画像だけ載せておきます。こんな感じです。実際の写真とゲレンデマップを比較してみても、一番左の滑れそうな場所の記載がないことがご確認いただけると思います。一方、昔のゲレンデマップを見ると、一番左の箇所にしっかりとコース名が記載されています。こちらはゲレンデ跡地ではないかということを検証していきます。はい、というような感じで、あちらにね、ジャンプ台があります。はい。で、こちらの方ね、行けば昔なんかゲレンデっぽかったんですが、ちょっとね、今白馬村クマが結構出てるっていう噂がたくさんあるので、ちょっと行かないようにしたいなというふうに思います。分かりにくいとは思うんですけど、結構紅葉している部分、あの辺は結構ね、昔もっとねあんな高い木はなくて、雪が結構見えてるような地形でした。はい、でリフトの跡とかはないんですが、見た感じ、はい、まあ、ぶっちゃけあるかもわかんないですけど、ここにねスキー場の、ジャンプ台の跡があるということは、まあ、誰かが練習されていたと、誰かがここで、ジャンプの練習をしていたという歴史は、感じることができるんじゃないでしょうか。で、あれが今見てたジャンプ台で、こちらがまあかつてゲレンデだったのかみたいな場所なんですよ。はい、まあ、構造を見る限り、まあ、木もねそんなに生えてないところもあれば、まあ、斜面的にもゲレンデに、非常にねいいような構造だったのかなとか思ったりします。で、岩岳スキー場で滑られた方、分かるかと思うんですけど、あの鴨市のリフトの横のところに謎の通路あるんですよ。あれどこに行ってんのかっつったら、マップ見るとここに繋がってるんですよ。はい、ただね、もうこの木もね、生えてるんで滑ることはできないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、あの真ん中の部分だけですね、あの不自然にちょっと木がちっちゃいと思いませんか。はい、なんでかつてはあの辺は、もっとね木がなくて、スキー場として活用されてたのかなとかいう勝手な憶測ではございますが、はい、まあ、そんな感じですね。はい、今出てると思うんですけど、あちらが、鴨市の、リフトがあるところで、今見てるのが鴨市のリフトから、上から見て右に下ってきたところになります。はい、こんな看板いらないっすよね。
はい、もう普通にスキー場でも何でもない限りってことは、まあ、かつて絶対これは使われてたんですよ、何かしらの形で。でこの辺に歓迎みたいな文字が多分あったと思うんですよね、知らんけど、はい。ということで、まあ、現状はこんな感じで、まあ、新しい、ね、活用方法としてなんかあの違う、ね、使い方をされているということで、まあまあ、この土地ではね、様々な歴史がありましたよということだけはお伝えしたいなというふうに思います。これはこれで多分今マウンテンバイクの周遊コース的な使われ方をしているのかな、はい。まあ、なんかチャリンコで通ってる人が何人かいらっしゃったので、まあ、そんな感じの活用のされ方かなというふうには思います、はい。まあ、すすきが綺麗ですね、非常に。まあ、このゲレンデのね、ゲレンデとして使われていた手って話しますけど、かなりこうくぼんでるんですよね、真ん中が、まあ、一方ドーンと滑るところがあって、で、左右がから滑れるみたいな感じですかね、はい。なんで、まあ、圧雪はしてなかったんじゃないかな、真ん中以外は、はい。そんな感じですね、はい。でさっき見ていた、謎の、ね、ゲレンデがあちらの方面で、普通の、ね、岩竹現在、ね、滑ることができるところはこちらとなっております、はい。ということで、まあ非常にアクセスしやすいというか、まあ、ゲレンデなんで繋がってなくてはちょっとやばいんですけど、まあ、そんな感じの、場所にありましたというところで、まあ、夏とか来ていただければ、見ていただいてね、まあ、こんなところにこんなものがあるんだよっていうのを知っていただければなというふうに思います。はい、というわけで今回ですね、ラインリフトと、ジャンプ台の方を見ていきました。今まで使われていたであろうゲレンデっていうところも、ご紹介させていただいたんですが、まあ、スキー場のねこういった歴史等を知っていただいて、まあ、こういった歴史があって今も自分たちは楽しめているんだっていうところの、何かの気づきになればなというふうに思ってこの動画を投稿させていただきました。まあ、ぶっちゃけ言うと八折り方僕の趣味ですけど、そんな感じで、まあ、今シーズンも岩竹スキー場で、もうゲレンデの整備等も進められているので、お越しいただいて絶景ですので、ぜひね一度来ていただきたいゲレンデのうちの、一つとなっております。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。星屑空をいつでも愛と得るの